川北リハビリテーション病院に2008年に入職しました作業療法士の落合勝則です。私は小学校の頃からずっとサッカーをやっていまして、スポーツトレーナーのような仕事をしたいなと思っていました。心理学にも興味があったので、全てを網羅できる作業療法士の仕事を選びました。急性期、回復期、生活期、全ての時期の施設を有している川北医療財団を紹介されまして、実際に見学してみても明るい雰囲気であったので、こちらの病院に就職しようと決めました。入職してみて頼りがいのある優しい先輩がたくさんいたことと、あとは作業療法士として幅広い分野で活躍できる環境が整っているなっていうような印象を受けました。入院患者さんのリハビリだけではなく、地域に住む住民の方の健康に対して、予防的な観点であったりとか、再発予防の観点で、作業療法士として介入できることにとてもやりがいを感じています。作業療法士としていろんなことにチャレンジできる、環境が整った素晴らしい病院です。ぜひ一緒に、作業療法士としていろんな活動をやっていきましょう。お待ちしています。